FP ライフチャンネル TAP 太郎TAP 太郎って何?P 入れるとこ間違えちゃったランドノリスマクラーレン V 字回復のアンドレア・ステアーを絶賛、まあ、今年マクラーレン の, あの V 字もう本当 V 字っていうね文字がぴったりっていう大回復をされましたけども、まあ、それの立役者が新しく代表になられたアンドレア・ステアさんだと、はい、もう大絶賛されたようですけど、あれザイドルさん、あれザイドルさん突然いなくなったんで俺アウディ行くぜみたいな、まあ昨年末、うん、まあ、バスールがフェラーリに、まあ、ビノットがフェラーリ辞め、うん、バスールがフェラーリに行き、うん、まあでもチーム代表じゃないんで、うん、ザイドルは、あ、ザウバーグループの CEO か、うん、ちょっと肩書き忘れましたけど、はいはいはい、まあ、うん、チームじゃなくて、だからチームは別に今、うん、あの直接代表としてはやってないし、ね、現場にもそんな来てないですけ ど, なるほど、その先にアウディに向かっていってるってこと、ね、アウディの、まあ、うん、だから代表というか、はい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 、でまあそこで席が空いたところで、社内から昇格されたんですよね、はい、うん、なんか、うん、すごく印象は太郎さんぐらいの人からすると全く印象はない、うん、あくまでもなんかこう代打ダイダーステラー、うん、ダイダーステラー、で、まあ、そのうち次の人が来るのかなみたいな感じで見てましたけれども、確かに、よくよく考えれば、そうですね、太郎さんのメモだとアンドレア・ステアーってなってますもんね、はい、アンドレア・ステアーさんじゃないですか、ステラですね、ステラもう老眼なんであとらの違いが見えてないんですね完全にカタカナで読んどるなこいつはっていうね、はい、うん、でもステラーさんが改革をの陣頭指揮に立って改革をされて、まあ、V 字回復をしたということに、なっておりますが、それは合ってるんですかね。まあ合ってるんじゃないですか、はい、僕もここまで、うん、うまくいくとは思わなかったですね、うん、まあ、実際そのアンドレア・ステラーってもともとフェラーリ時代に、うん、アロンソの担当エンジニアで、はい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 、アロンソがマクラーレンホンダに来た時に一緒に来て、でアロンソはいなくなっちゃったけど、そのままアンドレア・ステラー残って、まあ担当エンジニアじゃなくてマクラーレンの時からもすでにそのエンジニアリングのトップのポジションでしたけど、そのままずっとそこにいたので、であのザイドルがいなくなって、じゃあ誰がチーム代表やるっていうので、まあステラーが、まあそれまでの仕事もやりつつ代表にって最初言ってたんですけど、多分途中からは代表の仕事に専念してんじゃないかなと思いますけど、これやるぜって言ったわけではない、まあ言ったのかもしれないけど、うん、まあ他に多分やる人もいなかったでしょうし、僕らの中では、まあアンドレア・ステラーか今井さんかっていう、本当にそれぐらいのポジション、あのガレージの中 の, あのセンターアイランドのこっち側に今井さんいて、こっち側にステラーいるみたいな感じだったので、へ、本当にだからポジションとしては技術部門の、うん、まあ、両トップみたいな感じですからね、今井さんとステラーは。そうなんだね、まあ、そのステラさんの功績の中で、まあ、一番と言われているのは、そのまま車を作る上での技術体制の変更をも、まあ、改革ということで、ジェームス・キーさんをもうお前役に立てないから やめてしまえとこう切られたのがステラさんということでいいんですかね。ちょっとまあジェームス・キーをクビにしたのがステラかどうかは分かりませんけど、うん、っていうのは、まあジェームス・キーは完全に今年の車の開発ミスってたので、うん、うん、まあ、技術自他ともにミスったって感じなのか、まあ実際走り始めてみてクソ遅かった、うん、遅かった、うん、テストでびっくりするぐらい遅かった、ね、その後にね全然あのトップレベルまで来る車だったのに、うんうん、開幕時点ではクソ遅かったわけで、うんうん、まあそれは正直もう発表した時点ではっきりそれは言ってましたからね、開発に失敗をして、うん、完全にこれ何ヶ月か遅れの状態で今発表してますっていうのは、もう発表会でそんなこと言うのって珍しいですよ。だからその時点で明らかに開発に失敗した、うん、何に失敗したのか正直わからないんですけど、まあエアロボ関係だっていうことは分かってますけど、空力の開発の方向性として明らかに間違ってたっていうのが、あ、そうなんだ、うん、まあでもその方向性決めるのはやっぱり最終的には技術責任者になるので、エアロ部門のトップが間違ってたとしても、まあ、それを選んだのは技術責任者、テクニカルディレクターのジェームス・キーだよねっていうことになるし、あ、そういうことね、うん、まあ、そこは責任を取って辞めさせるという形
になるかなと。まあそれもね、何ヶ月分か完全に遅れちゃってるわけで、あの時 何ヶ月分って言ったか4ヶ月分って言ったかちょっと忘れましたけど、まあ、その遅れた分、で責任者がいなくなるわけだ、もういやもうゼロからやり直しってことでしょ、これは。まあ、責任者がいなくなったからといって別に全部がゼロになるわけじゃないんですけど、まあ、あのもうそもそもだからジェームズ・キーをトップにしたその開発の体制っていうそのものが、組織の体制自体がやっぱりちょっともうダメだよねって、これだからうまくいってないよねっていうことで、その三巨頭体制みたいな三本柱に変えたんだよね。だからまあいわゆる空力部門と、あのメカニカルビークルダイナミクス部門と、はい、まあ、あとその製造エンジニアリング部門っていうこの3つの、これまあ別にどのチームでももちろん分かれてますけど、そのそれぞれの責任者の意見をテクニカルディレクターが取りまとめるじゃなくて、それぞれがテクニカルディレクター、3人のテクニカルディレクターがいて、まあ、合議制でやりますみたいな感じの車の作り方にした方がいいよねって、まあ、そのぐらい今あの空力とメカニカルがまあはっきり分かれてるんだけど、まあ、ある種そのね、こういうバウンシングだったりとか、まあ、密接に関わってる部分もあるし、メカニカル面はエアロのためにこうすりゃええんや、じゃあメカニカルあとサスペンションこれでお願いねで済む問題じゃないっていうところだったりするので、そういうところを含めて組織のあり方を変えたっていう、その変えた3巨頭体制でやってきた開発が、まあオーストリアグランプリで入れた新しいアップデート、まあ、あとその後どこだっけ、ハンガリー入れたのかな、あとシンガポールでドーンともう一発入れてっていう、その大きいアップデートがまあうまくいった、まあ、それは新しい方向性、要するにジェームズ・キー体制じゃなく、新しい三巨頭体制の新しいエアロ部門、まあ、エアロの責任者もクビにしてるんですけど、まあ、そこの開発、の方向性っていうのがまあ正しかったっていう、まあ、本当だったら、だからそれが開幕の時点でできてなきゃいけない、本当だったらオーストリアグランプリぐらいのものができてたはずだったんですけど、まあ、そうじゃなかったっていう、まあ、三本柱体制に変えて仕切り直したってことは、そこにはもうそのジェームズ・キーさんの置き土産みたいなのはもうないってことだよね、全くやり方変えて、まあ分かんないし、そこは全く変えてるか、置き土産がないかどうか、でもキーさんは別に図面引いてるわけじゃないのか、もちろん、なので、あのある程度中にいる人たちはもちろん同じだし、組織としても、まあ、逆に言うとその3部門体制になって3人のテクニカルディレクターを置くって言ってるけど、そのうち今すでに稼働してるのって1人だけですから、エアロ部門のピーター・プロドロモーだけで、まあ、これもともとレッドブルにいて、まあ、だいぶ前にマクラーレン入った人ですけど、それこそマクラーレンホンダ時代に入った人なんで、この人はだからずっとエアロ部門にいた人ですけど、まあ、一時期多分そのトップから外れてたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこをピーター・プロドロモーがエアロ部門のテクニカルディレクター、でそのマシンのコンセプトとかビークルパフォーマンスの部分は今シーズンの開幕前に一回話題になったデビッド・サンチェスっていうフェラーリから急に、開幕前の時はフェラーリのスタッフとして現地に来てたんですけど、その人が急にマクラーレンに行くっていうので、だからまあ今ガーデニング休暇中で来年の1月にならないと入らないいらっしゃるんだよね、でもう一人はそのエンジニアリング部門はあのロブ・マーシャル、レッドブルから来ると言われてる人なんで、まあ、この間アブダビのテストの時はいましたけどね、本戦はやっぱりまだチームのスタッフじゃないからいけないんですけど、テストはまあ一応プライベートとして来てましたけど、まあ、だからその3巨頭体制と言いながら実際には1巨頭しかまだいない状態で、でもうまくいってるっていう、じゃあ3巨頭いらなくねっていう気もちょっとしないでもないっていう、まあ、でもまあそれは結果論の状態で、まあ、だからその巨頭はいなくてもその下のちゃんと実務をやってる人たちがいればちゃんと回ってるのは現状なわけで、で実務をやってる人っていうのは実際それまでとジェームズ・キー時代と変わってはいないわけじゃないですか、基本的には、だからその人たちをどう使うかっていう問題なので、まあ、そこが組織として、まあ、うまく今のところ回ってるけど、まあ、本当にそれが巨頭が入ってさらに良くなるのか、そう、ね、良くならなくてもし来年この新しく入ってきたあと2人の巨頭がまずければ、はい、また退化する可能性ありますよね、ジェームズ・キーがダメだったのと一緒で、この人たちが入ったことによってダメになる可能性が、あるんで、まあ、そこはちょっとリスクとしてあるんで、そういう意味で言うとその三巨頭体制っていうのが正しいかどうかはまだちょっとわからないですよね、その三巨頭三部門がまあ一応合議制みたいな感じでやって、
あのこの人たちがやりますっていうのは今のところ正しく回ってるけど、はい、まあちょっと来年開幕してみないとそこは何とも言えないかなっていう、うん、少なくとも開幕時点の開発したマシンっていうのもまあ今のその2巨頭がまだいない状態で作ってる車なので、うん、その後のやっぱ開幕した後のね車の開発とか、うん、まあさらに来年型の車、来年再来年型、うん、25年型っていうところになってくると思うんですけど、うん、まあちょっとだからそこはまだ全部が全部マクラーレンが正しいとは言い切れない部分ではあるかなとは思いますけどね。ただまあ、 あのパフォーマンスが向上したことに関してはエアロ部門の再編がやっぱり大きいので、うん、そこはまあ多分アンドレア・ステラは、まあ、もちろん表向きには言ってないけど、うん、チームの中で見てて、まあ、やっぱりねジェームズ・ギーが作る車のここって、まあ、ステラは現場で運用する側だからここがもっとこうじゃないと困るんだよなって、うん、それは現場からもリクエストしてるんだけどそこが受け入れられないんだよなとか、はい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 、組織もっとこうした方がいいのにって言っててもあいつがこういや俺はこう思うんだっていうのでやってたけど、うん、やっぱりそれがうまくいってないじゃんっていうので、うん、そこ変えたらうまくいってやっぱりそうじゃんっていう状態だと思われるので、うんまあ、そこはかなりアンドレア・ステラはじめ、まあ、ステラだけじゃないとは思いますけど、うんまあ、今 の、 その首脳陣の考え方っていうのがうまくいってるんだと思いますけどね。なるほどね、まあ、だから今年3本柱1巨頭で思いのほかうまくいっちゃった、で来年はもともと狙ってた3巨頭体制だから変な縦割りが起こらなければいいよね、うん、もしかその3人がちゃんと合議制だからうまく、ねうん、すり合わせができればいい、今1人しかいないからうまくすり合わせできてるかもしれないし、3人になった途端はやっぱすり合わせうまくいかなくて、3者3様になっちゃったらね、なる可能性もあるし、うんまあね、その3人の3人っていうか新しく入る2人のうち1人は今年のフェラーリのコンセプトを作った人ですからね。おー、あー、そういうことね。今年のフェラーリの開幕時点の間違ってた方のコンセプトを作った人ですからねどうなのかっていうのはちょっとやっぱりね心配はありますよね。あまあ、ロブ・マーシャルもそのねレッドブルをずっと支えてきた人だけど、ここ数年はレッドブルの F1 の活動からは離れてた人だから、うん、あそうなんだ、うん、最近のこの、まあ、少なくともこのグランドエフェクトカーになってからのレッドブル F1 には関わってないので、うんあらうん、そこもまあね実際どうなのかっていうところが、うんうんまあ、もちろんトップチームのそういうノウハウが特にまあエンジニアリングとか車の製造とかそういう部分に関してトップチームのノウハウが入るっていうのはいいことだと思いますけどね。あ、はいはい、じゃあその3人を、まあ、ステラさんが上手に、うん、ハンドリングできれば、うん、来年もやっぱりちょっとマクラーレンは目が離せないよねと、まあ、なるかどうかというところでございますね。あれフードも来年から動くでしょ。もう動いてるんですね。来年に向けてで動いてて来年から今の新しいフードのものが出てくるってこと、うん、まあまあなんかチーム全体がねノリノリノリスということで、はい、まあまあそんな、ノリス選手が、まあそのね、チーム新しい代表ステラさんを、まあ、まあ大絶賛しているぞと、まあ、新しいチーム全然ダメなんだよねとは言わないでしょうからねステラ全然ダメだよとか言わないでしょ、まあ、成績出てますし ね、 ね実際うんということで、アンドレア・ステラ、さん、はい、ステアだとこうだもんな確かにですね、ぜひご承知の上またね来年マクラーレン楽しみにしていただければと思います。はい、来年のマクラーレン楽しみだせノリス来年は勝とうねと思った方笑顔だチャンネル登録 F1 Life I10 は概要欄からあらたしたまあ今マクラーレノリス勝てないの決まりましたけどね勝とうねって言っちゃった